演舞開演。どうも、こちらブラジルアスカリーレというコーヒーを飲んでみたいと思います。これかなり特殊な形ですね。なんかこんな感じになって、まあ、でここに入れ方が書いてあるんですよね。この入れ方に従って入れていきましょう。これも持ったまま入れられないよな。というわけでまずはキャップをひねって取り外します。あ、ちなみにこういう風にまたはめて2人もできるそうです。そしてここを開ける。でよかったらね、はい、中身開きました。ちょっと見えづらいですけど、ではお湯を注いでいきたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。入れ終わりました。ではコップに移してみたいと思います。なんか優雅な気持ちになれるかも。でも暑い暑い暑い。はい、こんな感じですね。まだちょっと残ってますけど、さすがにいっぺんに入れると溢れるので後で入れたいと思います。では飲んでみます。すっきりとした酸味がいいですね。朝のお目覚めにぴったりです。全体的に酸っぱめで酸味の強いコーヒーですね。なのでさっぱりしたい方、すっきりしたい方におすすめできると言えるでしょう。反対に甘いコーヒーとはちょっと合わない、甘いもコーヒーとして考えるとちょっと合わないかもしれないですね。朝の目覚めにすっきりぴったりですね。というわけでこちらのテイストとさせていただきます。朝一で飲むのでお手軽なのでいいと思います。まあ、開ける、入れるまでは少々手こずりましたが、ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。